名前の由来となったトマト型のキッチンタイマーポモドーロテクニックとは時間管理術の一つ。1980年代にイタリア人のフランチェスコシリロによって考案された。このテクニックではタイマーを使用し、一般的には25分の作業と短い休息で作業時間と休息時間を分割する。1セットをポモドーロと呼ぶ。これはイタリア語でトマトを意味する言葉で、 シリロが大学生時代にトマト型のキッチンタイマーを使用していたことにちなむ。このテクニックは2009年に出版されたシリロの著書ザポモドールテクニックや自身の公式サイト内で紹介されている。具体的な手順は以下の通りである。達成しようとするタスクを選ぶキッチンタイマーで25分を設定するタイマーが鳴るまでタスクに集中する。少し休憩する。 ステップ2から4を4回繰り返したら、少し長めに休憩するポモ道路の途中で休養が、入りタスクが中断された場合は、そのポモ道路は終了とみなし、はじめから、新しいポモ道路を開始する。メールをチェックしたくなったり、誰かに連絡する用事を急に思い出したり、他人を気にしたりして、タスクを中断することは、内的中断であり、さほど重要でないことをやっており、 そもそもの目標設定が適切でないことに原因があるとしている。ポモドーロテクニックは開発者、デザイナーなどクリエイティブな職業に就く人から指示されている。ありがとうございます。